ルイ、学校生活で最大の敵ってわかるか？あ、なんかこのやりとり前にもしたことあるよね。前は先生だったけど、最後に和解してたみたいだから先生ではないのかな。朝起きるのがしんどいとか。違う！やっぱり最大の敵は先生なのだ！え、どうして？俺の大切なゲームが没収されてしまったんだ！クソクソクソ！うちゃん、好きやったら倒しちゃう。絶対やめて！っていうかそれ、学校にゲーム持ってきたゴンジが悪くない？というわけで、学校の先生にありがちなこと8選パート2スタート！それから、この円を半分にして、点線引くの早っ！うまっ！これをさらにこうして、こうして。そんなに点線必要なのかな？点線書くのめっちゃ早い！なんだよあの書き方！絶対練習してるだろう！あるある度 80%！ だからこの答えは2となるわけだ。あの最後の点って何の意味があるんだ？最後に謎の点で締めくくる！書いてるリズムを気持ちよく終えたいんだろうな。あるある度 90%！こらー！なんだその頭は！真っ赤じゃないか！地毛です！生徒指導の先生が怖い！なんでいつもあんなに圧が強いんだ！もっと優しく言ってくれよ！あるある度 70%！ ガヤ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 。で、その時のお相撲さんがクロワッサンを。そんなイケメンがひょっとこに？マルチビタミンって美味しいよね。ちょっと、みんな静かにしようよ。もうやめだ。ほら、授業中切れて職員室に帰る。その場で怒られるよりさらにめんどくさいぞ。こうなる前に静かにしようぜ。あるある度 60%。 それじゃあテスト始め。ふむふむ。なあ、集中できないから覗かないでくれ。テスト中覗いてくる。何のためにそんなに見てくるんだよ。暇なのか。あるある度 60%。 よし、授業始めるぞ。な、黒板消えてない。日直だれ。あ、そのまま書き始めちゃった。黒板が消えてないとそのまま書く。読めなくて授業が全くわからない。めんどくさいことになる前に日直はちゃんと仕事をしようぜって。今日の日直俺だった。あるある度 30%。 失礼します。どうしたゴンジ。いや、昨日忘れた宿題を出しに。ああそうか、後で見ておく。なあ、俺も学校でお菓子食べたい。職員室でお菓子食べててずるい。生徒はダメなのになんで先生はいいんだよ。あるある度 60%。 今日日直だから日誌書かなきゃな。そういえば前書いたのなんてコメントついてるんだろう。今日は雨が降って髪型が決まらなくていまいちでした。丸。そんな時でも落ちた消しゴムを拾ってあげたり、人に優しくできていたのは偉いと思いました。これからもその優しさを持ち続けてください。先生、ちゃんと俺のこと見ててくれたんだな。西の一言コメントが優しい。普段怖かったりするとギャップでコロッといっちゃうぜ。あるある度 99%。 くそー、どうしたらあの冷酷無慈悲な極悪先生からゲーム返してもらえるんだよ。やっぱり倒す。それはしまいなさい。誰が冷酷無慈悲で極悪だって。ほら、もう放課後だからゲーム返してやる。やったそれ面白いのはわかるけど、学校にゲームは持ってくるんじゃないぞ。あ、そうだ、主人公の家の椅子の裏に隠し宝箱があるからちゃんと取っておくんだぞ。もしかして先生もこのゲームやってるのか？そっか、先生もやってるのか。ああ、同じゲームをやってるって分かって急に先生に親近感が湧いてきたんだね。今度どこまで進んでるのか聞いてみようっと。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけない。